イリマには南米ボリビアのアンデス山脈レアル山群にある山である。ボリビア中央部のラパス県にあり、レアル山群を含むアンデス山脈の東山脈の最高峰である。4つの A ミヌを持ち、最も高い南方は標高6439メートル。標高4500メートル以上は万年雪に覆われている。残る3つのピークは、 国宝6403メートル、来客流ン中くる6149メートル、ピコデルインディオボンピコデイインディオ6109メートルとなっている。イリマニとはアイマラ語で黄金のコンドルを意味する。ボリビアの事実上の首都ラバス市の南東約30キロメートル余りに位置し、晴れていれば市内どこからでもその姿を眺めることができる。このため、 古くから信仰の対象になるなど、重要な意味を持って扱われている。ボリビアでは、アンデスの神話の中の最高神、インテを表すものとして捉えられている。また、山の美しさや偉大な自然を称える多くの、アンデスフォルクローレに歌われている。なお、この山の名を冠した、インティ・イリマニというフォルクローレの有名なグループがあるが、このグループはボリビアではなくチリのグループである。 初登庁は1898年に英国人とスイス人の登山チームにより記録されるが、この時6000メートル付近で原住民が作ったと思われるロープの切れ端が発見されている。1985年1月1日、パラグアイの首都アスンシオンからエルアルト国際空港に向けて飛行していたイースタン航空の980便が標高19600フィート付近に衝突した。 墜落地点が山頂近くであったこと、悪天候のため救助活動が遅れた。乗員乗客29名全員が死亡。コックピットボイスレコーダーやフライトデータレコーダーは未だに回収されていない。ありがとうございます。